はい、皆様おはようございます。山田久太郎でございます。ただいま朝8時20分ということで、今日もちょっと早起きさせていただきまして、台風がね、一昨日ぐらいに来てましたけど、綺麗な秋晴れで、気持ちいいですな。やっぱ朝はいいよね。でね、もうこの YouTube 版求人ブログね、とかあのとかばっかり言ってますけども、そして内容もね、同じ内容ばっかりでございますが、まあしょうがないよね。求人に特化した内容を話すのが目的だし、それで内容は限られてるし、まあたまにね、新しいネタも入れてはいきたいとは思っておりますが、なかなかそういうネタもあるわけではなく、ただ何度も言いますけども、たまたまこの回だけをたまたま聞いた方に、ズバッと刺さればね、それで興味持っていただければ、僕としてはもう十分でございますので、誰か一人にね、気づいてもらえれば、まだねメンズエステって業界を知らない方の中にね、このメンズエステで大活躍する方がいるんですよね。これは間違いなくいる。こういう業界を知らない、またマッサージで働こうとかね、そういうことすら思ってない、方が、本当に活躍してくださるっていうことがね、もう実際あると思ってるん で、まあ間違いなくありますよ、それは。なのでね、そういう方にたまたまでもいいから聞いていただければ、そしてプリエールを知っていただいて、ね、面接にいらしていただければと思います。でね、意外と多いのが、学生さんって意外と多いんですよ、実は。過去も振り返ってもね、で学生さんっていうのでね、プリエールで働く、面接で働くっていうのはすごく賢い選択だと思ってまして、学生の本分は勉強じゃないですか。で特にね、だいぶ厳しいというか、遊んでられる学校学生じゃなくて、だいぶちゃんと勉強しなきゃいけない学生さんが多いんですよね、傾向としては。で例えば時給800円1000円とかで働くと、やっぱある程度稼ぐとなると時間が必要でしょ、でこういったメンズエステで働くっていうことだと、半分ぐらいの時間で同じ金額稼げるから、週5で働かなくてはいけない方だったら週 2,3 で済むし、1日長く働けばね、その休みの日だけ1日長く働くとかすれば、1日でその1週間分のお給料を稼げたりするんですよね。で特別風俗店ではないので、そういったまあ、いろんなマイナス面、まあ、プラスの面もあると思うんですけど、マイナス面もないですし、なんていうのかな、彼氏とかいてもあれじゃないですか、彼氏とかいてもその言い訳になるって大変だね。別にそのやらしいことしてるわけじゃないから言えるしね、そういった面で考えるとね、だいぶ賢いと思いますね。学生さんアルバイト週1とかでねいらしていただいても結構です。で、まあ、そういったね学校のあれで就職するなりしても、うちで、まあ、しつこいですけどね、うちで身につけた知識だったりその技術は5年後10年後15年後20年後でも使えるし、それこそマッサージの技術って考えたら、家族だったりね、将来の旦那さんだったりにも、マッサージしてあげることだってできるし、なかなかいい選択だと思います。学生バイトね、で夏休みとかあるでしょ、冬休みとか、そういった時がっつり稼いでもいいしね。だからそういう時期にもうほぼ毎日出て、
学校が始まったら週1とか2週に1回とかっていう方も、いましたね、過去にね。そういう働き方もやっぱ賢いなって思いますよね。やっぱり自分のやるべきことは勉強で、空いた時間で稼がなきゃいけない中で効率よく稼ぐっていうのもね、なかなか、いいんじゃないでしょうか。でがっつり専業で働く方も、おりますね。まあ半々ぐらいですかね。ダブルワークなり、もう一個やらなきゃいけないことがある中で空いた時間で稼ぐっていう方、お仕事 OL さんとかね、普通に働きながらフリーエリアに来てるっていう方もいますしね。あとね、そのマッサージ系とかエステサロン系を掛け持ちするっていう方もいらっしゃいますね。あと自分のサロン持ってる、女性専用の自分のサロンを持ってる方が、空いた時間に予約がない日を作ってね、その日だけプリエールに来るとか、そういった働き方もありますな。なので、まあ、自由ですな。自由はいいよね。自由が一番いい。ね。皆さんの働き方自由ですから。ぜひ、皆さんの、まあ、空いた時間を有効活用してね、プリエールで、効率よく単価のいいお仕事を、していただければと思います。そうですね。でも、まあ、お仕事だからね、こういうね、ちょっと厳しいこと言うから、引いちゃうかな。まあ、来た時間、まあ、勤務に来た時間は、それ、癒しを考えてほしいんですよね。目の前のお客様を真剣に癒して差し上げる。でも、それはそれでね、なんていうのかな、あったかい気分になるし、やりがいがあるからね、楽しいと思いますよ。で、気分転換にもなるしね。やっぱりダブルワークの方だったり学生さんなんかもそうですけど、すごく気分転換、この時間はこの仕事に集中することでリフレッシュするなんて言ってるような方もいらっしゃいましたね。なので、ぜひ、そういった方もねいらしてください。研修期間はねちょっとお給料出ないけど、短期間で卒業ねデビューできるようにサポートいたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあまあちょっとライトな感じで7分50秒、ちょっと終えますね。他にネタもないし、じゃあまた更新してまいります。